今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、今や世界的に有名なアイドルグループだよな。そうよね。最近、よく耳にするわ。でも、バビーメタルって、一体どんなグループなんだ？って疑問に思う人も多いんじゃないかな。確かに、よくわからないまま、なんとなく人気があるってイメージしかないわ。まず、バビーメタルは、アイドルとメタルを融合させた、新しいタイプの音楽グループなんだ。アイドルとメタルって、意外な組み合わせね。そうだろう。しかも、その融合っぷりが半端ないんだぜ。具体的に、どんなところが半端ないの？例えば、アイドルらしい可愛い衣装を着てるんだけど、演奏はヘブイメタルなんだぜ。なるほど。可愛い見た目と、激しい音楽のギャップが魅力なのね。まさに、そのギャップがバビーメタルの魅力なんだぜ。でも、メタルって、ちょっとハードなイメージがあるわ。確かに、メタルは激しい音楽だし、見た目も派手なイメージがあるよな。だから、バブメタルが、メタルっていうのは、ちょっと意外に思えるわ。でも、バビーメタルのメタルは、一般的なメタルとはちょっと違うんだぜ。どういうこと？バビーメタルのメタルは、アイドルらしさを取り入れた、キャッチーなメロディーが特徴なんだ。アイドルらしさを取り入れたメタル？そう、例えば、歌は、アイドルらしい可愛らしい歌い方なんだけど、そこにメタルの要素が加わっているんだ。それは、聞いてみたいわ。実際に聞いてみれば、わかると思うぜ。機会があったら、聞いてみるわ。バビーメタルは、メタル好きだけじゃなく、アイドル好きにも人気なんだぜ。なるほど。幅広い層に受け入れられているのね。そう、バビーメタルは、メタルとアイドルという、一見、異なるものを融合させたことで、新たな音楽ジャンルを生み出したんだ。バブメタルって、本当にすごいグループね。他にも、バビーメタルには、多くの魅力があるぜ。例えば？例えば、バビーメタルのメンバーは、実力派のミュージシャンなんだぜ。そうなのね。特に、バビーメタルのギタリストである、ユイメタルは、高い演奏技術を持つことで有名なんだ。ユイメタルって、そうだったのね。ユイメタルは、バビーメタルの音楽を支える重要な存在なんだぜ。ユイメタル、すごいわね。他にも、バビーメタルには、魅力的なポイントがたくさんあるぜ。いろいろ教えてくれて、ありがとう。どういたしまして。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、最近人気になってきたよな。そうね。私もよく聞くわ。でもさ、バビーメタルって一体何なんだ？バブメタルって、アイドルグループじゃないの？アイドルグループっていうのは確かに正しいんだけど、ただのアイドルグループってわけじゃないんだぜ。どういうこと？バビーメタルは、アイドルとメタルを融合させた新しい形の音楽グループなんだぜ。へぇ、メタルとアイドルが融合？どういうこと？メタルっていうのは、ヘブイメタルのことだよな。激しい音楽で、ギターソロとかドラムソロとかが特徴的なんだぜ。ああ、確かに。激しい音楽って、イメージはあるわね。バビーメタルは、そのヘブイメタルにアイドル的な要素をプラスして、新しい音楽を作り出してるんだぜ。なるほど。だから、アイドルだけど、メタルの要素もあるのね。そうだな。だから、バビーメタルは普通のアイドルとはちょっと違うんだぜ。確かに、普通のアイドルとは違うわね。バビーメタルは、その独特な音楽性とパフォーマンスで、世界中から注目を集めてるんだぜ。そうなのね。すごいわね。バビーメタルは、日本だけでなく、海外でも人気があるんだぜ。海外でも人気があるの？すごい。海外では、バビーメタルはメタルファンだけでなく、アイドルファンからも人気があるんだぜ。へえ、アイドルファンからも人気があるの？意外ね。バビーメタルは、その独特な魅力で、世界中のファンを魅了しているんだぜ。すごいわね。バブメタルって、やっぱりすごいグループなのね。そうだな。バビーメタルは、これからも世界を魅了していくんだろうな。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、バビーメタルについていろいろ噂になってるよな。そうよね。ネットでも話題になってて、気になってるの。まず、
バビーメタルって、アイドルとメタルを融合させた、新しい音楽ジャンルなんだぜ。へえ、そうなのね。アイドルとメタルって、意外な組み合わせよね。そうだろう。メタルは激しい音楽だし、アイドルは可愛いイメージがあるから、一見すると合わないように思えるかもしれないけど、実際は、すごくエネルギッシュで、中毒性のある音楽なんだぜ。確かに、バブメタルの曲は、すごくかっこいいわよね。そうだな、バビーメタルの楽曲は、メタルサウンドに、アイドルらしい可愛らしさを加えた、まさに唯一無二な音楽なんだぜ。ただ一無二って、すごいわね。しかも、バビーメタルは、世界中で人気があるんだぜ。海外のフェスにも出演してるし、海外メディアからも高い評価を得てるんだ。そうなの？すごいわね。そうなんだぜ。バビーメタルは、日本のアイドルの枠を超えて、世界に通用する音楽を奏でてるんだ。世界に通用する音楽、素敵よね。ところで、バビーメタルについて、気になる噂って、具体的にどんな噂があるんだ？例えば、神バンドの方々は、外国人の方が多いって聞いたんだけど、本当かしら？神バンドは、バビーメタルの楽曲を演奏する、凄腕のミュージシャン集団だな。神バンドって、かっこいい名前ね。そうだな、神バンドは、メンバー全員が、日本のトップクラスのミュージシャンで、全員日本人だぜ。え、全員日本人なの？そうだよな。ネットには、神バンドのメンバーが外国人だって噂されてるけど、それはデマだよ。そうだったのね。よく調べないと、情報に惑わされることもあるから、注意が必要だな。そうよね。情報には、気をつけなくちゃ。あと、バビーメタルの楽曲、ベニツキ、ハ、X、ジャパンの、ベニ、に似てるって話もあるよな。そうよね。私もそう思ったわ。各歌に、両曲とも、メロディーラインが似てる部分はあるんだけど、ベニツキ、ハ、ベニ、を意識して作ったわけじゃないんだぜ。そうなの？ベニツキ、ハ、ベニ、とは全く別の楽曲として、作曲されたんだ。へえ、そうなんだ。音楽って、似たようなメロディーラインが出てくることもあるし、偶然にも、似たようなメロディーラインになることもあるんだぜ。なるほど、偶然もあるのね。だから、ベニツキ、が、ベニ、をパクったわけじゃないって、ちゃんと覚えておこうな。はい、気をつけます。あと、バビーメタルのライブに行く人から、よく質問されるのが、3月に横アリで行われるライブについてだな。私も、3月の横アリのライブに行きたいんだけど、何か気になることでもあるの？例えば、ゆいメタルの水野よしゆいちゃんが、転落したって噂があるよな。え、そうなの？それは、デマだよな。水野よしゆいちゃんは、今も元気に活動してるし、3月のライブにも出演する予定だ。よかった。ライブに行く前に、変な情報に惑わされないように、しっかり情報収集しておくのが大事だな。そうよね。変な情報に惑わされるのは、怖いものね。それと、バビーメタルのライブは、激しいパフォーマンスで、危険を感じたり、怪我をする人がいるって話もあるな。そうよね。確かに、ライブは、盛り上がって、危険なこともあるのかもしれないわね。ライブを楽しむためには、周りの人に迷惑をかけずに、安全に配慮することが大切だぜ。そうよね。安全第一よね。怪我をしたり、危険を感じたりした場合は、すぐにスタッフに連絡するようにしよう。わかったわ。ライブに行くときは、周りの人に気を配り、安全に配慮して、楽しい時間を過ごそうぜ。そうするわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルのゆいメタル脱退について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ゆいメタルが脱退した理由は、公式発表では、学業に専念するため、ってなってるんだぜ。そうなのね。でも、いろいろ噂されてるよね。噂は多いな。体調不良説とか、メンバー間の不仲説とか、事務所とのトラブル説とか。本当はどうなの？真相は本人たちしか知らないからな。でも、いくつか可能性は考えられるぜ。どういうこと？まず、学業に専念するためってのは、本当の可能性もあるんだぜ。ゆいメタルは高校を卒業した後、大学に進学したって話があるよな。そうよね。大学生活とアイドル活動を両立するのは大変そう。それに、ゆいメタルは、バビーメタル活動以外にも、
ソロ活動や舞台出演もやってたんだぜ。そうだったわね。確かに、スケジュール的に大変そう。さらに、ゆえメタルは、バビーメタル活動を通して、自分自身について深く考えるようになったのかもしれないぜ。どういうこと？アイドル活動は、常に注目されるし、ファンからの期待も大きいよな。ゆえメタルは、そんな中で、自分の将来について、真剣に考え始めたのかもしれないぜ。なるほどね。でも、体調不良やメンバー間の不仲、事務所とのトラブルも、可能性としては考えられるぜ。そうよね。体調不良の場合は、無理をして活動し続けるのは難しいだろうし、メンバー間の不仲や事務所とのトラブルも、活動に支障をきたす可能性はあるよな。確かに。ただ、これらの噂は、あくまで憶測に過ぎないぜ。そうよね。真相はわからないわね。いずれにしても、ゆえメタルの脱退は、バビーメタルにとって大きな損失だな。本当に。でも、バビーメタルは、これからも活動を続けるって発表してるから、今後の展開が楽しみだぜ。そうよね。新メンバーも加入するみたいだしな。新しいメンバーは、どんな人なの？まだ、情報は少ないけど、実力のあるメンバーが加入するんじゃないかと期待されてるぜ。楽しみね。バビーメタルは、これからも、世界を驚かせるパフォーマンスを見せてくれるだろうぜ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。バビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、今や世界で人気なメタルアイドルグループだよな。そうよね。最近、よく耳にするわ。昔は、アイドルがメタルやるって、ちょっと変な感じだったけど、今はもう当たり前みたいになってきたよな。確かに、昔は驚いたわね。でも、今では、かっこよくて人気があるから、私も好きよ。バビーメタルの魅力って、なんだと思う？なんだろう。歌もダンスも迫力があって、見てて飽きないわ。それに、メタルなんだけど、可愛らしさもあるのがいいわよね。その通りだぜ。バビーメタルの魅力は、まさにそのギャップにあるんだ。ギャップ？どういうこと？メタルって、本来は激しい音楽で、男イメージが強いだろ？そうね。でも、バビーメタルは、そこに可愛らしい女の子たちを組み合わせることで、今までになかった新しい世界観を作り出したんだ。なるほど。だから、みんな引きつけられるのかしら？そうだな。それに、バビーメタルは、世界的に見ても珍しい存在なんだ。珍しいって、どういうこと？アイドルがメタルをやるってだけでも珍しいのに、バビーメタルは、さらに独自の文化や世界観を持っているんだ。具体的には、どんな文化や世界観なの？例えば、バビーメタルは、日本の伝統文化を取り入れたパフォーマンスをすることもあるんだ。そうなのね。だから、海外の人も興味を持つのかしら。そうだな。バビーメタルは、日本の文化を世界に発信している面もあるんだ。すごいわね。そして、バビーメタルには、ファンを魅了する要素がたくさんあるんだ。例えば、メンバーそれぞれのパフォーマンスや個性、それから、楽曲のクオリティも高いんだ。確かに、メンバーそれぞれの個性は強いわね。それに、バビーメタルは、ライブパフォーマンスも素晴らしいんだ。ライブに行ったことないけど、きっとすごいんだろうな。一度見たら、きっと忘れられないだろう。機会があったら、ぜひ見てみたいわ。バビーメタルは、今後も世界で活躍していくと思うぞ。私もそう思うわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、海外で人気なのは知ってるよな？ええ、知ってるわよ。日本よりも海外で人気みたいよね。そうだな。日本よりも海外での知名度の方が高いのは間違いないぜ。でも、なんで、そんなに海外で人気なの？理由はいくつかあるんだぜ。具体的に教えてくれる？まず、バビーメタルの音楽は、ヘブイメタルと日本の伝統音楽を融合させた独自のスタイルなんだぜ。へえ、そうなのね。これは海外の音楽ファンにとって新鮮で魅力的な音楽なんだぜ。なるほどね。それに、バビーメタルのメンバーは、歌唱力もダンススキルも高いんだぜ。確かに、パフォーマンスはすごいよね。そして、バビーメタルは、ビジュアル面でも非常に魅力的なグループなんだぜ。
そうよね。衣装とかメイクとか、独特で目を引くものが多いわよね。まさに、メタルとアイドルを融合させた、新しいタイプの音楽グループと言えるんだぜ。そう考えると、海外で人気があるのも納得だわね。あと、バビーメタルは、海外のフェスにも積極的に出演しているんだぜ。そうよね。いろんな場所でパフォーマンスしてるわよね。海外での露出を増やすことで、さらに人気を獲得しているんだぜ。なるほどね。海外での人気を獲得した要因は、音楽性、パフォーマンス、ビジュアル、そして海外での活動など、複合的なものなんだぜ。そうだったのね。バビーメタルは、これからも世界で活躍していくグループだと思うぜ。楽しみだわね。ところで、ユイメタルの脱退についてはどう思うんだ？あの時はショックだったわよね。各家に、突然の脱退だったな。ユイメタルがいなくなって、バブメタルはどうなるんだろうって、心配したわ。でも、ユイメタルの脱退は、バビーメタルにとって転換期だったとも言えるぜ。どういうこと？ユイメタルの脱退によって、バビーメタルは新たなショーをスタートさせたんだぜ。そうよね。新しいメンバーも加入したし。モモメタルの加入は、バビーメタルにとって大きな変化だったぜ。モモメタルは、ユイメタルとは、また違った魅力を持っているわよね。各家に、モモメタルは、パワフルでエネルギッシュなパフォーマンスで、バビーメタルに新たな風を吹き込んだぜ。でも、ユイメタルがいないのは、寂しいわよね。各家に、ユイメタルの存在は、バビーメタルにとって大きかったぜ。でも、バブメタルは、これからも、新しいメンバーと共に、進化していくと思うわ。そうだな。バビーメタルは、これからも世界中のファンを魅了していくことだろうぜ。今後のバブメタルの活動も楽しみだわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、アイドルとメタルが融合したユニットだよな。そうよね。あの、激しい音楽と、女の子たちのダンスがすごく印象的よね。そうだな。バビーメタルのボーカルはスメタルって言うんだが、歌唱力が半端ないぜ。本当よね。あんなにパワフルに歌えるなんて、すごいわ。あれは、幼い頃から鍛え上げた実力だよな。鍛え上げたって、どんな風に鍛えたのかしら？スメタルは、小さい頃から歌手を目指して、クラシック音楽を学んでいたんだぜ。クラシック音楽。意外ね。しかも、あの高い歌唱力は、ボイトレで磨いた結果だって言うんだよな。ボイトレって、相当大変そうね。それに、スメタルは、ダンスにも長けてるんだよな。ダンスもできるの？そうなんだ。バビーメタルの振り付けは、かなり激しいんだけど、スメタルは、完璧にこなしてるぜ。あの、激しいダンスを、あの歌いながらこなすなんて、すごいわ。だから、スメタルは、アイドルとメタルの両方を完璧にこなせるんだよな。なるほど。SU メタルの才能は、本当にすごいわね。それに、バビーメタルのメンバーは、スメタル、ユイメタル、モアメタルの3人なんだ。そうだったわね。モアメタルは、最近加入した子よね。そうだな。モアメタルは、もともとは、バビーメタルのバックダンサーだったんだぜ。そうだったの？んで、ユイメタルが脱退して、モアメタルが正式メンバーになったんだぜ。ユイメタルは、脱退したのかしら？そうだな。ユイメタルは、学業に専念するために、バビーメタルを脱退したって話だぜ。学業に専念って、素晴らしいわね。ユイメタルは、今は、大学に通ってるんだぜ。そうなんだ。でも、ユイメタルは、バビーメタルの活動を応援してるみたいだよな。そうか。バビーメタルは、海外でも人気が高いんだよな。本当よね。海外のフェスにも出演してるみたいよね。そうなんだ。バビーメタルは、海外のメタルファンからも支持を得てるぜ。すごいわね。バビーメタルは、メタル界の革命児って呼ばれてるんだぜ。革命児って？バビーメタルは、従来のメタルのイメージを覆したんだよな。どういうこと？従来のメタルは、男性ばかりの、ヘブイな音楽だったんだよな。そうよね。でも、バビーメタルは、女性アイドルがメタルを演奏してるんだぜ。確かに、従来のメタルとは、違うわね。バビーメタルは、新しいメタルの形を生み出したんだよな。なるほど。バビーメタルは、メタル界に新たな風を吹き込んだんだよな。
敵ね。バビーメタルは、今後も、世界を魅了していくと思うぜ。楽しみね。バビーメタルの今後の活躍に期待だな。私も期待してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって、海外でめちゃくちゃ人気なんだぜ。そうよね。なんでそんなに人気なの？理由はいくつかあるんだけど、まず、ビジュアル面が独特なんだぜ。確かに、あの衣装とか、メイクは、ちょっと他にはないよね。そう、あの和風テイストを取り入れた、ちょっとダークな雰囲気が海外の人には新鮮に映るみたいだ。なるほど。でも、それだけじゃないよね。そうだな。バビーメタルは、メタルっていう、ヘブイメタルとアイドルを融合させた、新しいジャンルなんだぜ。メタルって、ちょっと激しい音楽よね。そう、激しい音楽なのに、アイドルが歌って踊るっていう、ギャップが面白いんだぜ。へえ、確かに。私も、あの激しい音楽と、可愛いアイドルの組み合わせに、最初は驚いたわ。そして、バビーメタルの楽曲は、キャッチーで覚えやすいんだぜ。確かに、バブメタルの曲は、よく耳にするわ。さらに、ライブパフォーマンスもすごいんだぜ。ライブパフォーマンス？そう、バビーメタルのライブは、まるで、エンターテイメントショーみたいなんだぜ。そんなにすごいライブなの？そう、ステージ演出とか、衣装とか、ダンスとか、すべてが完璧なんだぜ。見てみたいわ。あと、バビーメタルは、海外のフェスにも出て、世界中のファンを獲得したんだぜ。フェスって、いろんな国の音楽が集まるイベントよね。そう、バビーメタルは、あのフェスで、世界中の音楽ファンに、バビーメタルの音楽を届けたんだぜ。すごい。だから、バビーメタルは、海外で人気があるんだぜ。なるほど。いろんな要素が合わさって、海外で人気になったのね。他にも、バビーメタルは、海外のメディアにも取り上げられて、知名度が上がったんだぜ。メディアに取り上げられるってことは、それだけ注目されてるってことよね。そう、バビーメタルは、世界で認められたアイドルグループなんだぜ。すごいわね。だから、バビーメタルは、海外で人気があるんだぜ。納得したわ。ありがとう。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はバビーメタルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。バビーメタルって知ってるよな？もちろん。あの、メタルとアイドルを融合させたグループよね。そうそう。あの独特のスタイルが世界中で人気になって、海外でもフェスに出まくってたんだぜ。確かに、海外のファンも多いわよね。でも、最近解散しちゃったって聞いたんだけど、なんでなの？解散って、正式には活動休止って言うんだぜ。理由はいくつかあるんだけど、一番大きいのはメンバーの脱退だな。メンバーの脱退？誰かが脱退したの？元メンバーのユイメタルが2018年に脱退したんだ。理由は公表されてないけど、いろいろ噂されててな。なんで脱退しちゃったの？いろいろ言われてるけど、精神的な負担が大きかったって話もあるんだ。精神的な負担？アイドルって大変なんだね。それだけじゃないぜ。バビーメタルは海外での活動も多かったから、移動の疲れとか、言葉の壁とか、いろいろ大変だったんじゃないかな。海外での活動も大変そうね。でも、ユーメタルの脱退で、活動休止って、やっぱり寂しいわ。各課に、ユーメタルの脱退は大きな痛手だった。でも、その後も、スメタルとモアメタルの二人で活動を続けてたんだぜ。そうだったのね。でも、なんで活動休止しちゃったの？活動休止の理由ははっきりとは発表されてないんだけど、メンバーの体調不良とか、新しい方向性を探したいとか、いろいろ言われてるぜ。体調不良？新しい方向性？具体的にはわかんないの？具体的な理由は発表されてないんだ。でも、活動休止は、メンバーの決断だったと思うぜ。そうなんだ。やっぱり、いろいろ大変だったんだろうね。各課に、アイドルって大変な仕事だと思うぜ。でも、バブメタルの音楽は大好きだったから、また復活してほしいわ。復活の可能性はあると思うぜ。でも、今はメンバーそれぞれの活動を応援するしかないな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。